今の介護保険のことについて、最後の質問をいたします。私は、かつては その介護については、まあ、よその方の話にするのはちょっとなんですが、私はその、私で、東京の例を取りますと、介護の待機人数が30万から40万あると言われています。で、なんでその介護者が減らないか、減らないかというか、待機者が多いかというと、近隣の県とか市町村、それは東京都以外のですね、近隣の介護施設の方では、それを引き受けると、保険料が高くなるというのは、そこの例えば千葉県なら千葉県に行くと、千葉県の住民にならないと保険が適用にならないということで、どこも引き受けがなくて、東京都は介護人数が、難民が多いというふうに話しています。で、私もかつては介護施設が結構増えました。増えましたと同時に、市町村、市を超えたその介護というか、施設に入るお年寄りが急遽なだれ込んだんじゃないかな。その関係で老人が増えてというか、介護する人が増えて、負担が高くなったのかなというふうに推測しております。で、そういう人数が今は方針が変わって、どこでも保険が適用になるということなんですが、今私ではその介護の人数がですね、割合がどのくらいあるものなのか、人数が多くて介護料が高いのか、その日のところをちょっと私疑問を持ってましたので、その日のところを説明します。数字のことを言っていないんだ。